こんにちは、ホタルアミキッズをご覧くださりありがとうございます。今回もこの糸を使って夏ストールを編んでいこうと思います。使う糸はダイソーで購入しましたラスターヤーンです。今回のカラーはダックブルーというカラーです。綿が 57%、 レーヨンが 35%、 ナイロンが 8% です。一玉で約 25g、 56m ぐらい入っています。こちらがお洗濯表示です。今回はかぎ針を4号を使っていきます。今までにもラスターヤーンを使って夏ストールを編んできてるんですけども、今回はその中でもダックブルーというカラーで編んでいこうと思います。この色ではまだ編んだことがないので、どんな仕上がりになるかが楽しみです。今回の編み図です。作り目は奇数目で調整していきます。今回の編み図です。作り目は奇数目で調整していきます。奇数段は細編み、偶数段は長編みを使って編んでいきます。まず奇数段は細編みで、鎖細編みを繰り返して小さい穴を作って編んでいきます。偶数段、こちらは長編みで穴を作って編んでいきます。これを繰り返して編んでいくストールです。では早速編んでいきます。最初の目は編まない目なので、キュッと引き締めます。作り目は奇数目で調整していきます。今回私は鎖を45目編んできました。ここから1段目を編んでいきます。まずは鎖1で立ち上がり、根元に細編みです。奇数段は一番端の目が細編み2つ続きます。最後も細編み2つで終わっています。細編みを2つ編んだら、次からは鎖細編み、鎖細編み、これを繰り返して端まで編んでいきます。1段目です。鎖1で立ち上がります。立ち上がりの隣の目、この目に細編みを編みます。表半目と裏山をすくって編んでいきたいと思います。細編みの段は一番最初と最後は細編みが2つ続きます。次の目も細編みで編んでいきます。細編みを2つ編んだら、次は鎖1つ1目飛ばして次の目に細編みです。鎖を1つ
一目飛ばして次の目に細編みです。これを繰り返して編んでいきます。鎖一つ、一目飛ばして細編みです。端まで編んできました。今、鎖を編んで細編みを編んだところです。一番最後の目にも細編みを編んで終わります。端の目は細編みが2つずつつながっています。次は偶数段、2段目を編んでいきます。立ち上がりは鎖3つです。最初の目が鎖編みなので全部で鎖を4つ編んで編み地を返していきます。次からは長編みと鎖編みを繰り返して透かし模様を編んでいきます。では偶数段2段目を編んでいきます。まずは立ち上がりの鎖3目と最初の鎖目1つを編んで全部で鎖を4つ編んでいます。鎖を4つ編めたら編み地を返して前段で作った鎖の目細編みと細編みの間の鎖の穴です。ちょっと見えにくいんですけど、ここが細編み2個目の細編みと飛ばした細編みです。この間のこの鎖の下の小さな穴に長編みを編んでいきます。糸をかけて長編みを編みます。最初の四角の模様が編めました。鎖を1つ編んで前段の鎖部分、細編みと細編みの間の鎖で作った小さな穴に長編みを編んでいきます。鎖を1つ、長編みが1つ、これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで編んできました。2段目最後の部分です。鎖を1つ編んで一番端の目に長編みを編んで終わります。一番端の細編みの部分です。ここに長編みを編んでいきます。2段目まで編めました。奇数段は細編みで、偶数段は長編みで編んでいきます。鎖1で立ち上がり編み地を返します。まずは根元に細編みです。次は前段で作ったこの穴を使って細編みを編んでいきます。細編みを2つ編んだので次からは鎖1つ、
穴に針を通して細編み、これを繰り返して編んでいきます。3段目最後の部分です。今鎖を1つ編んで止まっています。最後は細編みが2つ続きます。ここが1つ目の鎖です。次の目が立ち上がりの目になります。この目を覚えておいて、まずは穴を使って1個目の細編みを編みます。最後は前段の立ち上がりの目、この目に針を入れて細編みを編んで、この段が終わりです。あとはこの編み方を繰り返して好きな長さになるまで編んでいくだけです。最初の立ち上がりは鎖3つと鎖1つ、全部で4つ分編んでいます。編み地を返して長編みの上のこの鎖の作ったこの小さな穴です。ここに長編みを編んでいきます。鎖を1つ、小さな穴に長編みです。続けて編んでいきます。ちょっと続けて編んできたんですけど、編み図では細編みと細編みの間、ここを鎖一つで編んできましたが、鎖二つで編んでいった方が編みやすいかもしれないです。細編みの段なんですが、鎖一つで細編みを編んできましたが、ここを鎖二つで編んで細編み、鎖を二つ編んで細編みにした方が、長編みを編むときにこの穴が大きくなって編みやすいと思います。鎖2つで編み直してきたんですが、こんな感じでキチキチになるよりは隙間があった方が可愛いかもしれないです。お好きな方で編んでみてください。鎖を2つ編んで細編みで編んでいく場合は、最後のところ鎖を2つ編んで細編み、ここまでは一緒で、あとは立ち上がりの目に細編みを編んで終わりです。鎖1つで編んでいたところを鎖2つで編んでみました。お好きな方で編み続けていってください。3玉分編んできました。長編みの段と細編みの段があるんですが、この細編みの段で鎖一つで最初は編んできたんですが、細編みと細編みの間は鎖二つで編んだ方が長編みの目もすくいやすいですし、
こんな感じで透かし模様みたいになっているので、こっちの方が可愛いかなと思います。作り目をして鎖一つで立ち上がり、細編み細編み、次からは鎖を間に入れて細編みで編んでいく編み図だったんですが、ここで鎖を2つ細編みと細編みの間を鎖2つで編んであります。今3玉分編んで長さが約100センチぐらいなんですけど、もうちょっと欲しいので4玉目を使って編んでいきたいと思います。今回は編み地がシンプルな感じなので、ここにフリンジをつけていこうかなと思います。で、前回もフリンジ付きのストールを編んできたんですが、やり方はその時と一緒で、ここにフリンジをつけようと思うんですが、だいたい15センチぐらいの長さで取っていきたいので、倍の長さの30センチを用意しようと思います。30センチを測って切っておきます。4玉目で編む前に先にフリンジの糸を用意しておこうと思います。こんな感じで30センチの紐を4本1組で用意しておきます。この長編みで作った四角のホールにフリンジの糸を入れていこうと思います。片方の裾の部分の穴の数を数えて、その分の4本1組の糸を先に用意しておきます。両端2箇所分の4本1組を用意しておきます。両裾の穴の分だけフリンジの糸を4本1組で取ってきました。残りはだいぶ少なくなったんですけど、これを使って続きを最後まで編んでいきたいと思います。最後まで編んできました。一番最後の段は細編みの段で終わっています。ここから糸始末をしていきます。糸のつなぎ目だけ糸始末をして、糸端のところはフリンジの糸と紛れさせるので、そのままにしておこうと思います。ではここからフリンジをつけていきます。30センチの糸を4本1組で用意しましたが、これを半分に折って、この輪をこの穴の中に入れていきます。ちょっと太めのかぎ針があると便利です。穴の中に針を入れて、フリンジの糸を引き出します。この穴の中に糸端を
つまんで入れていきますが、その際に編み終わりの糸端も一緒に巻き込んで、穴の中に入れていきます。こんな感じでフリンジをつけることができます。同じように繰り返して穴の数だけ糸をつけていこうと思います。全部の穴に糸を通したら、ここの長さを切り揃えていきます。反対側も同じようにつけていきます。完成です。編み地はこんな感じです。長編みと細編みの段が交互に編んであるだけなんですが、シンプルな透かし編みになっていると思います。でブルーでシンプルだったので、フリンジをたっぷりつけてみました。片方でこれぐらいの量があります。今回は一つの穴に4本一組で糸を通してきたんですが、もうちょっと少なくしたい場合は3本一組とか2本一組に調整してもらうとか、あと穴を一つ飛ばしでつけてみるとかでもいいと思います。巻いて使うとこんな感じです。フリンジの部分がすごいおしゃれな感じで気に入ってます。最後にサイズを測っていきます。幅は約14センチです。長さはストールの部分だけで116センチです。フリンジの部分がだいたい約 12.5 センチぐらいあるので、全部で24センチ分プラスされると思います。今回はフリンジたっぷりの夏ストールを編んでみました。ラスターヤン4玉分で編んでみました。よかったら編んでみてください。最後までご覧くださりありがとうございます。Thank you.